皆様ごきげんよう。先ほどですね、シワターとパチンコ対決をねしてきたんですよ。で今新宿のパチンコ屋アラジンってところでパチンコ対決してきたんで、まあ、そちらはシワターのチャンネル見てもらってって感じで、今シワターが店長みたいな人と全部段取りしてくれたんで挨拶してくれたんで、その間月にも先にこっち来たんですけど、シワターをね今日おもてなしさせてほしいと言ったんですよ。というのもまあここ最近さ、俺の試合の後のなんか感想で柴田が言い訳すんなと、まあ、すごいめちゃめちゃ言ってくれて、あげてましたね3本もね俺のそうだね、3本ぐらい上がってったね、まあ、周りにはイエスマンしかいないから意見を言える人は貴重だみたいな意見が多くて、柴田はもう俺にめちゃめちゃ言ってくれてね、確かにそんな柴田におもてなしをしたいなと、今日高級焼肉の方をおごっていこうかなと、実際初めてなんでご飯食べるの、その中で柴田を褒めちぎっていこうかなと、褒めちぎる、褒めちぎってまあいい気分にさせようかなって、なんで、いやいやたまにいいじゃんそんな柴田もさ、いろんなアンチにさ傷ついてるわけよ、攻撃されてね、その中で癒していこうかなっていう、癒してあげるかいみたいな、そう褒めて褒めておもてなししておごって酒も飲んでもらって、それでもしっかり言い訳してんじゃないって、あの件についてしっかり面と向かって言ってくれるのかとか、これで言ってくれたらやっぱりさ、柴田はちょっと減少よ。これでさ、いやいやいや、勝ってましたよねとかさ、例えば。そんなこと言ってみ笑っちゃうよ、本当に。それは笑っちゃうわ、さすがに。そこも検証を兼ねて、柴田と二人でご飯食べるとどんな会話になるんだろうとかさ。確かにそれも面白そうだね。その辺の検証もしたいんで、隠しカメラ隠せそうなんで。そうだね、暗いし。でもそろそろ来ちゃうかもしれないんで、やっていきましょうか。はい。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。長時間ありがとうございました。いや、疲れましたね。いやー、すいませんね、長くて。ここ最近の中で結構最悪の日でした。7万円損した上に、あんだけの拘束時間。パチンコちょっと長いんでね、すいません、本当に。しかももう一日やらないといけないってことが決まってない。今日もう飲めるんですか？飲みますよ。あ、じゃあ、はい、飲みましょうか。飲みましょう。初めてですね、なんか2人で食事。そうですね。結構なんかうまいっぽいんで、じゃあちょっと頼んでいきますか、うん、結構いい値段する、残りのお金で僕が怒る、マジですか、大丈夫そう、本当に大丈夫です、僕じゃあとりあえず生、じゃあ僕も生で、はい、結構美味しそうですね、もう好きなの飲んでください、本当に、まあ、どうしようかな、じゃあバタン盛り合わせと、はいはい、これいっちゃいますか、特上ハラミとか、何でも言ってください、特上カルビ、特上ハラミ、タン盛り合わせ、うん、もうお腹いっぱいまで食べてください、さあこのシャトーブリアンとかね、この辺とか行っちゃっていいですか、マジで序盤に頼むんじゃないでしょう、え、序盤じゃないとくどくなりません、あー、そっか、俺逆にくどくなっちゃうので最初の辺に食べますけど、ここに行きます、行きましょう、じゃあ行きましょうか、はい、シャトーブリアンあるんだな、まあここ結構高級店っぽいですから ねサインとかもすごい飾ってましたね、芸能人、確かにサインとか求められないですか、サインあるんですか、ちなみにありますよ、ありますよあるある、カタカナで柴田じゃないですか、いやそれ、ね、カタカナの柴田をちょっと崩してね、でもね、あれだな、お店に飾ってもらったことはほとんどないかな、確かに、まあ言いづらいですよね、 YouTuber のサイン、僕はなんかやっぱ格闘家として求められますもんね、格闘家とかボクサーとかスポーツ選手って飾りやすいし、まあ確かに確かに、うん、YouTuberってなると難しいですよね、そうですね、でもあのラファエルさんのレギュラーの伊藤エマちゃんでしたっけって子が、はいはいはい、サイン飾ってました今、それ何者なんですかそれは、よくわかんないですけど、モデルだったっぽいですけどね、最初もともと売り子でめっちゃ売れて、で今ラファエルさんと一緒になんか準レギュラーみたいな感じで、あ、そうなんだ、そんな出てるんだ、毎回出てますよ、Eさん的な、はい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 、立ち位置ですね、ラファエルの前のなんか準レギュラーみたいな女の子、その子とは面識あるんですよ、同じパチンコ屋さんに来店の仕事してて、あ、そうなんですね、パチンコってプライベートでは行かないですよね、たまにしか行かないですね、たまに行くんですか、たまには行きます、ね、暇に、うん、じゃあちょっとした中毒じゃないですか、まあ暇な時って感じですね、仕事も何もなくて、まあ、僕その仕事あんまやらないんで、 YouTube の動画は夜1時間ぐらいで作れるんで、あ、普通に遊びに行きますよ、プライベートで、マジか、たぶりですけどね、声かけられない、声かけられます、パチンコ屋さんの中でめちゃめちゃ有名人なんで、ああですよね、呼びますか、じゃあ希少部位の座布団も頼んでいいですか、もう全然いいですよ、何でもいいですか、もう好きなもの食べてください、はい、もうお世話になってますから、じゃあ注文いいですか、はい、希少部位の10秒肉座布団、はい、これを1枚ずつください、はい、タン盛り合わせ3種、あと特上ハラミと特上カルビ、はい、あとシャトーブリアンを
これをどうしましょう。100だから100全然いけるんじゃないですか。じゃあシャトーブリアンください、はい、であとはキムチ盛り合わせ、はい、ユッケとかいらないですか。あ、ユッケいいですね。頼んでいいですか。ユッケ僕も欲しいですね。じゃあユッケを2つください。はい、乾杯しますか。あ、ぜひ。じゃあお疲れ様でした。いやなんかすいません、なんかパチンコの収録に協力してもらってご飯までごちそうになっちゃうとか。いやもう全然っすよ。もうお世話になってますから。あーでもあれですね、動画伸びてますね。柴田対朝倉未来の試合の動画2000万再生。2000万再生ですか。じゃあ僕の中で一番ですね。ああ1000万再生超えが6本ぐらいあるんですけど、ね、すごいそれ。でも圧倒的っすよね。あの日ビビったもんな。一番最初投稿して初速がヤバすぎて。ヤバかったですね。あれは8時間で100万再生超えたんですね。もうすごい。それは俺経験ないですわ。で次の日朝起きたらもう200万再生超えてて、ああすごいっすよね。ヤバかったっすね。あれちょっと強くやりすぎましたね。3日間ぐらい口開かなかったんで。それ撮ってほしかったな。いやーでも最近はなんかあれですね、どうですか YouTube。 まあ結構こうオワコン気味だったんですけど、はい、朝倉さんがほらあのライジンで あったじゃないですか。試合が言ってくれてましたね。で あの動画を3本連続でアップして、はいはい、それでだいぶ回復しました。わあよかったですね。であれってどうなんですか、本当に思ってることというか。ええどんなこと言ったっけな。どんなこと言いましたっけ。言い訳してんじゃねえみたいな言い訳がねひどい。ああいやでもまあ、僕も格闘技を、まあ19から僕やってて、もう15年以上格闘技やってるんで、まあ、その分かるんですよ。真剣勝負なんで、まあもちろん勝つこともあれば、勝つこともあれば負けることもある、はいはいはい、そういう世界なんで、なんて言うんだろう、なんて言えばいいんですかね。本心というよりかは、結果については、まあ、あることだよねっていう。2人とも 100% 努力して試合してるのは間違いないんで、うん、YouTube やってるから負けたんだみたいのはまあちょっと僕のこれですけどね、セールストークというか YouTube のキャラ用のあれですけどね。早いですねペース。ああ、いやでもちょっと美味しくて。ああ、ですか。どんどん頼んでください、はい、もうすごいっすよね本当。 YouTube も YouTube ですか。あのやっぱ天才だなって思いますよ、ね、僕がですか、はいはい。いやそれはね、それは言い過ぎ。いやいやいや、唯一無二じゃないですか日本で言ったら。あ、まあいわゆるモノモンス系っていう YouTuber の中では僕がトップですかね。トップですよね。でしかもデジネタとかって永久に尽きないじゃないですかね。ああそう、ニュースに出てくるじゃないですか有名人とかも。そんな中で格闘技で負けた相手にとかもね言えるようだったらすごいですよね。確かに格闘技で、まあ、要は天心がメイウェザーに負けた時も動画出しましたけど、ネタは無限大なんで。そうですね、確かに。あれってキャラなんですか、本心で言ってるんですか、あれ動画って。いや、それはまあもちろんキャラ、本心のことも言うこともありますけども、キャラの方が大事ですね。柴田っていうキャラクターだったらこう言うかなみたいな。今回の僕の試合どうでした、ぶっちゃけ。見てくれたんですか。見ました見ました。あ、リアルタイムで。リアルタイムで見ましたね。おー、はい、ファンっすねそれは。いや普通に応援してましたよ僕は。でも正直あれですね、ミクロさんが勝ったと思いましたけどね。勝ってましたよねとかさ、例えば。そんなこと言ってみ、笑っちゃうよ本当に。あ、そうなんですか。はい、判定はフルマークついちゃったけども、はいはい、要は最終ラウンドでフラッシュダウンみたいなのあったじゃないですか。確かに確かに。斉藤選手の、まあ、リカバーがうまかったから、あの減点にはなんなかったけど、僕あれで取ったんじゃないかなと思って。だから普通に朝倉さん勝ったと思いましたけどね。ああそうですか。まあでもどっちを取るかですよね、審判たちが何を取ったかって。アグレッシブさかダメージか、うん、雷神のあの時の、うん、まあ、審判がそういう決断を下したんですけども、はいはいはい、も僕的には柴田さんが審判だったら折り投げてた。そうですね。じゃあ、あの動画なんか言い訳してんじゃねえみたいな動画結構上げられてたんじゃないですか。はいはいはい。あれっていうのは僕の試合の後の動画に対して。あ、まああれは完全にキャラクターが言ったことです。フルマーク判定負け、おめでとうございます。あ、本心じゃないですか。はい、格闘家ってただ強いだけじゃなくて、試合にお客さんを呼ばないといけないと思うんですよ。
チケットを売らないといけないと思うんですよ。で、ビクルさんはやっぱ YouTube でいろいろ発信して、はい、で注目を集めるじゃないですか、はい、でチケットも売れるわけじゃないですか、はい、YouTube のパフォーマンスが朝倉未来の試合のチケットを売るわけ で、うん、でそういうのってやっぱプロとして絶対必要なことなんで、はい、だから未来さんの YouTube はなんていうか絶対あった方がいいし、はい、朝倉未来 YouTube やめちまえ。他の格闘家とかももっともっと SNS とかを使って自分の試合を見に来たくなるような発信をもっともっとした方がいいと思うんですよね、はい。そういう意味で朝倉未来さんの今やってるこの YouTube の活動っていうのは、うんうん、格闘技業界全体にとっていいことというか、まあ、そのプラスに作用してることなんじゃないかなと僕は思ってますよね。嬉しいですね。どんどん飲んでください。あ、はいはいはい。動画ではすごいきつい感じで言われてたんでちょっとびっくりしちゃって、友達だと思ってたんだけどなみたいなちょっと思っちゃったんで。いやいや、すいません、もう柴田っていうキャラが、ああ勝手に発動しちゃった、はい、ちょっとキャラクター的にはちょっと叩く方が絶対視聴者盛り上がるんで、うん、あの判定で僕が勝ってたらどういう動画出してたんですか。そうしたらどうだったろうな。あの柴田はどういう動画出してたんでしょうね。ああ、どうなんだろう。僕ね、あの判定なんか紙一重だと思うんですよね。紙一重でしたね。あれで僕が勝ってたらすごい叩かれたと思うんですよ逆に、はい、いやでもあの判定でミクルさんが勝った分かったですごい盛り上がってたと思いますね。まあでも確かにあれでもし朝倉さん勝ってたら柴田っていうキャラクターはいや、あの判定は斉藤選手だってって言ってますよね。あの柴田っていうキャラクターは言ったかもしれないですね。確かに別物ってことですもんね。そう、別物、格的なあれはもう別物です。柴田さん YouTube いつかやってるんでしたっけ。まるまる7年以上やってますね。うーん、だいぶ変わりましたよね YouTube 界。変わりましたね。去年今年ぐらいでめっちゃ変わりましたね。あ、これ来た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 来ました来ました。うわ、すごい金粉金粉乗ってるじゃん。金粉乗ってる。今これ写真撮っていいですか。全然いいですよ。え、そういうのやるんですね。ちなみになんですけどこれインスタに上げていいですか。はい、そうですよ。マジですか。もちろんもちろん。開けちゃおう。これ焼いていいですか。もちろん。どうすんだこれ。金粉落ちるけどしょうがないから。しょうがない。別にいらないんじゃないですか。やばいっすね。でもうわぁ、シャトーブリアン、シャトーブリアン来ちゃった。肉が好きっすか。結構肉好きですね。魚と肉だったらどっちが好き。肉派です。俺魚派なんですよね。海鮮めっちゃうまいとこありますよ。東京ですか。はい、もしよかったらまた一緒に行きましょうよ。行きましょう行きましょう。こんな素晴らしい人いないっすもんね。出会った中で一番 YouTuber で尊敬してるかも正直マジですか。マジですマジです。いやでも僕もいろんな YouTuber とコラボをこれまでしたんですけども、ミクルさんが一番すごいかもしれないですね。へえ。ヒカル君とミクルさんがこれまで出会った YouTuber の中でも2人がもうダントツすごいです。へえ。発想力とかメンタルとか、あとこう仕事の進め方とかやっぱ見ててズバ抜けてるなと思って。へえ、それは嬉しいですね。うん、うまそうですね。わ、美味しそうですね。いや、こんな昼間からシャトーブリアン食べちゃって。まあ、ほんとパチンコでもやるもんじゃないですね朝倉さんほどの人がやるもんじゃないです、あれは。もう庶民の遊びなんで、大衆娯楽なんで。そんなことないですけど、でも確かに1000万稼げるとかっていう話だったら変わりましたね、値段が変わったら。まあ、そうしたらやっぱこう、ひりつくじゃないですか。確かに、いっちゃうかも。勝っても負けても1点20万なんで、いや、やっぱ朝倉さんほどの人がやるギャンブルじゃないです、パチンコっていうのは。いやでも僕ね、パチンコとかそういうとこが行かない理由の一つが、まずタバコの匂いだったんですね。ああ、はいはい。 でもう一つが音がうるさいじゃないですか。頭痛くなったね。ああ、そうですね。北斗の拳打った時にふわーみたいな、はいはい、言うじゃないですか。あの度になんか頭ツキンってくる。ああ、うるさいですね音は。でやめてたんですけど、今日行ってタバコもなかったじゃないですか。タバコ吸えなかった。今もう完全禁煙なんですよ。で音量もなんか調節してちっちゃくなるじゃないですか。できますできます。居心地いいものになったんだなって。うん、そう、まあ今はそうなりましたね。でも本当にタバコとか吸われないんですね。そうなんです。でもあれですよ、アジサダのチャンピオンだった時まで吸ってましたよ。そうなんだ。でも今までは全く吸ってない。へぇ、マリコだけですねちょっとちょっとやめてくださいよやめてください。ただ救いたいで動画出せちゃう捕まった時にいやもう絶対言わないんで大丈夫です。本当ですか。え、言わないですか。言わないんで。え、なんですか。いや、それはもう仲間というか友達じゃないですか。まあ確かに友達ですね。僕友達マジで少ないですけどね。いや、僕も全然いないんですよ。僕5人ぐらいで、その中に柴田さん入ってますけどね。あ、本当ですか、
僕は友達あの3人ぐらいしかいなくて3人その中の1人です。すごいじゃないですかそれ。こんな朝倉さんに友達って言ってもらえるなんてもう光栄ですわ。本当ですか。 YouTuber やっててよかったな。最近上げた動画3本あったじゃないですか。はいはい。あれでもちょっと傷つきましたか。いやでも本当全くあれは思ってないことなんですよ。やっぱりあのキャラクターの柴田が暴走しただけって、うん、はい。斉藤選手に負けてどんな気持ち？朝倉未来！っていうかあれじゃないですか。まあ僕未来さんが勝ったと思ったんですよ。来陣の判定なんかちょっとおかしくないですかね。陰謀みたいな。なんなんですかね。確実にダメージは斉藤選手の方がダメージあったじゃないですか。見せ場というかダウン的なのも普通にあったし、グラウンドコントロールだって別に取られてないですからね。まあ、テイクダウン取られたけど、でも別にキャッチの状態入ってないじゃないですか。確かに。テイクダウンだけでなんかポイント取るのもなんかちょっとおかしいなっていう。ロープをなんか掴んだみたいな。ああ、でもあれも取られてないですかね、反則は。反則は取られてないです。あと金的もね、入っちゃって。でもそれも要は反則じゃないじゃないですか。故意にやったわけじゃないですよね。うん、どうしようもねえ試合だったら、お前わざと斉藤選手の金玉蹴ってわざとローブローしたりとか、あとは切ったね切ったねロープ掴んだりして、そこで注意とかあったら、まあ、もちろんポイントで引かれていいと思うんですけど、うん、要はそのポイントで引かれる要素はないし、普通に試合の展開見たら僕はもう本当100朝倉さんが勝ったと思いましたけどね。本当ですか。なんか救いたい動画で実際にパチンコ打った人って僕初めてですもしかして。まあ、ほとんどいないですね。テンチムさんと打ったぐらいですかね。テンチムと行ったんですか。テンチムとパチンコやりました。テンチムすごいですよね。再生数とかすごいですね。こう炎上をなんていうか利用してじゃないですけども、でもそれで言うんだったらあのミクルさんも、まあ、今回ちょっと炎上したじゃないですか。負けて、まあ良くも悪くも注目されて、その注目を生かしてるじゃないですか。そうですかね。自分がちょっと炎上気味でも注目されてるっていうのをプラスに持っていくっていうのが、これやっぱね YouTuber として僕すごいと思いますね。ちなみに全然もう一ファンとしてこの質問なんですけど、はいはい、海外志向とかあるんですか。 UFC に行ってみたいとか。行ってみたいっていう話だったら行ってみたいですけど、経過あるんで来週とも行けないですよね。あでもちょっともったいないですよ。まあ、UFC もちょこちょこ見てるんですけど、絶対通用すると思うんですよね。通用します。いやしますよ間違いなく。行ってほしいな。まあ確かに格闘人生で行ってみたいのはありますけどね。何てめえ天狗になってんだよ。全然足らねえんだよ実力が。お前は胃の中の蛙。多分マクレガーとやったら負けないんじゃないかな。マクレガーですか。絶対いけると思いますけどね。いけるかな、はい、いける気はしてきたの。柴田さんに言ってもらえたら、やっぱ見る力あるじゃないですか。正論を言う力っていうかな、すごいっすよね。いやそれは本当ありがとうございます。それこそ弁護士になれたんじゃないかっていうレベルの、おお。どっちからでもなんか正論に変えれるみたいな。いやでも確かにね、小学校の頃に討論みたいな授業があって、はい、やっぱその時やっぱね強かったんですよ。強かったんですか。結構何でもそれっぽく正論に言えちゃうんですよね。リーガルハイみたいな感じですね。ああそうですそうです。いやでも本当海外で通じるっていうのはこれもう 本心ですね。これはっていうことはなんか違うのがあったんですか。いやいや、その動画ではちょっと言ったじゃないですか、はい、要はその雷神の結果に対してちょっと言い訳すんだ言い訳するみたいな言ったんですけど、まあ、本当に斉藤選手勝ったと思ってるし、海外で全然通用すると思いますけどね。でも言い訳は確かに良くないですよね。いやでもあれはいいんですよ。あれはいいんですか。朝倉未来の口から悔しかったとか、はい、弱気なあの試合は僕がコントロールされましたねみたいな、判定フルマークでもあれはしょうがないですねみたいな、なんか自分の負けを認めるような発言は朝倉未来の口からはやっぱ言わない方がいいです。あれは朝倉未来というキャラクターに合ってないですよね。そう合ってないです。やっぱこう一番強くなきゃいけないん で自信に満ち溢れてなきゃいけないんで。確かに確かに。嬉しかったっていうのは、まあ、本当なんですよね。嬉しかったっていうのもあって、あ嬉しかったっていうのはなんかモチベーションにつながったんですよね格闘技を。あ深いなみたいな。はいはいはい。それも本音もあるし、悔しくないわけはないんで。そうですよね。そうなんですよね。でもおそらく
その朝倉未来ファンもそうだし、うん、その日本の格闘技のファンもよりみんな注目すると思いますね、うん、負けてない選手いないじゃないですか海外でもほとんど、うん、で朝倉未来がこの負けを経験したことによってどれだけ強くなるんだっていう、はい、でいいきっかけというかよりみんながこう格闘技を見る注目するいいきっかけになったなんじゃないかなと思いますね。やっぱ桜庭も終盤に負けて、はいはい、みんなわって盛り上がったじゃないですか。確かに。あの悔しい敗戦にちょっと似てると思うんですよ。なるほど。もうこっから、はい、朝倉未来があの敗戦をきっかけに、はい、どんどん上に上り詰めていく、はいはいはい、海外行っちゃうかもしれないし、はい、有名な海外の選手とこれからやるかもしれないし、はい、なんかどこまで登っていくんだろうって、うん、僕もそうだし多分格闘技ファンみんな思ってますよ。うん、嬉しいですね、はい、動画でちょっとだけ傷ついちゃったんで、あ、本当あれも柴田ってキャラが悪いんですいません、あれ本当に、あ、いやいやいや全然、ちょっとなんか人間不信にはなっちゃったんですよね。友達だと思ってたんです。ああ、本当もう全く思ってなかったんで、あ、そうです、あれついては、はい、僕あれですもん、斉藤選手プロとしてまだちょっと足りてないなと思いますもん。されてないですか、うん、マイクパフォーマンスとかもちょっとしょぼいじゃないですか。そうですかね、うん、やっぱプロの仕事をしてるのは朝倉未来かなっていう。感動してる人も多いと思うんですけどね、斉藤選手みたいな。ああ、そうかな。僕はでもなんかちょっとまだだなっていう、プロとしてはまだまだだなっていう。やっぱ斉藤光さんには勝てないですか。まあでも何だって斉藤豊には勝てるかもしれないですね。どういうこと。斉藤豊と試合でやったら、はい、もうワンチャン勝てるかなと思いますけどでもやっぱ未来さんとやったら絶対勝てないと思いますもん。あ、なんでなんですか。いやほら一回あのやったじゃないですか、はいはいはい、試合、まあ、あれもそうだし動きがもう違いますよね。柔道家って組んだ瞬間相手の力量が分かるとか言うじゃないですか、はいはい、僕も未来さんと試合やって、はい、あ、俺はもうあと10年練習しても20年練習しても未来さんに勝つことは絶対できないなと思ってます。だからその怖さが、はい、斉藤豊にはないですね正直。ああ、そうですか、はい、どういう戦法でいくんですか。ちなみにまあ僕の方が背が高いんで、はい、ちょっと距離取りつつ、うん、まあスタンディングで打撃で、うん、もう仕掛けるんじゃないかなと思いますけど。スタンディングで。スタンディングで結構テイクダウン能力とかすごい高いですよ。あ、でも僕あの結構タックル機能うまいんですよ。取られても下から僕いけるんで。さすがっすね。だから、まあ、正直斉藤選手は僕はその全然もちろん向こうの方が強いですけど、うん、まあ、ワンチャンいけるなっていうのはあるんですよ。あ、でもやっぱミクルさんにはもう絶対勝てないと思います。ああ、そうですか、はい、まあ現にね秒殺だったんで23秒ぐらい、はい、25秒でしょ。あ、もういけそうです。いけますね。あれだな、俺今日そういえば負けちゃったじゃないですか。すいません、本当負けさせちゃって7万ぐらい負けちゃったじゃないですか。結構いきましたね、申し訳ないです。持ってないんですよね、今日このお題。正直言うと、はい、先に会計してもらってもいいですか。一回合わせるか確認するんですけど。あ、マジですか。はい、え、すいません、本当にここはい、ちょっと入れてきます。はい、よいしょ。マジですいません、今、はい、ちょっとお会計って今の時点でいくらか、はい、ちょっと持ってきてもらえますか。はい、わかりました。12万8000になってますね。12万8000、はい、あ、わかりました。はい、はい、大丈夫です。え、あ、大丈夫でした。大丈夫です。あ、よかった。下ろせましたか。下ろせました。あ、よかったです、よかったです。よかった。いや、すいません。いやいや、いや、焦ったな。さすがに現金あんま持ち歩かないんで。ああ、うん、いやでも本当に今日本当飲めて、いや楽しかったですね。もう楽しいです。またちょっとぜひ、はい、飲みに、はい、いつでもいつでも、はい、ちょっと試合とかあるとね、あれなんですけど。いや、まあもう終わったらとかで、はい、ぜひぜひ、はい、これ焼いていきますか。じゃあ焼きましょう、焼きましょう。カルビすごいっすよ、これ油がすごいっすね。半分白いっすね。特上ロースだけだ。あ、来た。特上がすごいじゃないですか。こっちもサシがすごいですね、油が。サシ入ってますね。あ、あの柴田さん知ってます。はい。ああ、男前ですよね。はい。うわ、やっぱみんな思うんだろうな。いやいや、女性から見ても。いや、でもなんかよかったっすね。なんかイメージ変わりましたね、また。
で動画の時ちょっとショックだったんですけど、はい、本音を聞けて。いや僕はもう多分一番の朝倉未来ファンですよ。一番朝倉未来のことがもう好きですね。うん、嬉しいっすよ本当に。いやマジですか本当に。でも今日なんかパチンコも一緒に行ったじゃないですか。はい、まあ、こういう風になんかおもてなしさせてもらったのは、はい、俺ってもともとイエスマンっていう風には思ってないですけど、はい、俺の意見に賛同する人ばっかの中で柴田さんの動画を見た時に本当に大事なことを教えてくれる友達がやっと見つかったんだなってそういう風に思ったんですよね。はい、でもなんかやっぱ実際にあって違ったんだなっていうちょっとショック逆に受けてたんですよ。あ、なんだ結局かっていう。え、だってさっきの言ってたようにあの動画のやつって本音じゃなかったんだね。結局再生伸ばすために、まあ、面白いことを言ったっていうところなんですね。ああ、そうですね。え、吉田くん、はい、聞いてもらえる？終わった？そうだね、いい映像撮れたから。え、今日の映像ちょっとずっと撮らせてもらったんですよね。あと、うん、なんか、はい、これとかはダメ動画と違ってこれ以上にイエスもいなかったぐらいのそうなの？なられちゃったよ柴田さん。はい、そうなんすか。いや、何が、何がじゃなくて、何ずっと撮ってたんですよね、だから隠しカメラでどういう、あれなの。だから、柴田をおもてなしして褒めちぎったら結局イエスマンに変わるかどうか検証っていうあのね、お前はね、負けてたよ。お前は斎藤豊に負けてた。フルマークだよ。もう審判3人と、もう柴田審査員がもう全部もうフルマーク。あー、もうお前は負けてた。マジでポロッと変わってた。今日お会計お願いしますね。ええ、え、あ、どうぞ。ポロッとだったか払いますよ払いますよ。あの、勝ってたかもしんないなんと僕、はい、新車買いました。おお、それがね、ようやく納車ということで。言ってたやつね。そうです、そうです。いやー、これ楽しみですね。初披露ということでね、こちらです。おお、おーい